にちは。企業塾ホリスティックマジックを主催している中島智美です。今日は公式 LINE の読者さんから面白い質問を、すごくね、いい質問を一ついただいたので、こちらで公開しようかなと思っております。で、その公式 LINE のお友達さんからいただいたご質問っていうのが何かというと、智美さん、起業前にしておくことって何かありますか、という質問をいただきました。N さん、ありがとうございます。そう、この質問ですっごくよくって、起業前にしておくべきこと、しておくといいことっていろいろあるんですけれども、私が皆さんにお勧めしたいのは、というか、まあ、お伝えしたいのは一つ、これだけはやっておこうということがあります。それが何かというと、起業する前からファン作りをしておきましょうということです。私たち女性起業家が起業をした時に、どのレベルにおいても皆さんがね、一度は経験することって、集客の悩みなんですよ。お客様をいかに集めるか、お客様にいかに自分のレッスン、セミナーに来ていただくかっていうのがすっごく大切なことなんですけれども、それを踏まえた上で起業した時に、もうすでにあなたのファンがいてくれたらすごく集客がしやすい。なので、起業前からぜひブログ、インスタグラム、フェイスブック、YouTube など発信ができるものはどんどん発信をして、あなた自身を知っていただく、そしてあなた自身のファンを増やしておくっていうのがスムーズに起業できる秘訣になりますので、これから起業をしたい、これから起業を視野に入れているっていう方は、ぜひ起業したいと思った時から何かしらの SNS ツールなどでご自分のことをどんどん発信していくことを私は進めています。このように皆さんからいただいた質問、どんどん YouTube でも公開していきたいと思っておりますので、概要欄に私の公式 LINE の URL も貼っております。そちらから質問お待ちしております。では今日の動画も楽しいと思っていただけましたら、役に立ったと思っていただけましたら、グッド、いいねの評価と、私の YouTube もチャンネル登録の方お待ちしています。では今日もご覧いただきありがとうございました。